お笑いコンビダウンタウンの松本人志60が、スピードワゴンの小沢和弘50に女性を集めさせ、一泊約30万円の超高級ホテルで飲み会を開催。ゲームと称し、俺の子供梅屋などと、参加女性に性行為を迫っていたと報じた。2015年9月、11月の飲み会に参加した女性を含む複数の参加者が、事実関係を認めている。また記事中では、飲み会後に松本が女性に送ったショートメール、松本が女性に性行為を求めている最中に、小沢が女性に送ったアリバイラインなどの証拠を写真付きで掲載している。記事の作成過程において週刊文春取材班が、松本が所属する吉本興業、小沢が所属する。ホリプロに質問状を送ったところ期日までに回答は一切なかった。ところが、雑誌の発売当日の12月27日になって、吉本興業は突如として次のような見解を公式サイトで公開した。本日発売の一部週刊誌において、当社所属タレントダウンタウン松本人志以下。本件タレントが、8年前となる2015年における女性との性的行為に関する記事が掲載されております。しかしながら、当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するものです。また今後、法的措置を検討していく予定ですとも記している。12月27日夜、証言者の一人である A 子さんは週刊文春の再取材に応じ、改めて次のように語った。吉本さんのコメントを読み、大きなショックを受けています。当該事実は一切ないとしていますが、事実とは一体どの部分を指すのですか？飲み会自体が行われていないとでも言うのでしょうか？それとも私が松本さんとの性行為を好んで受け入れたとでも言いたいのでしょうか？本当に馬鹿にされた気分で、心の底から怒りが湧き上がってきます。なぜ8年前の出来事を告発するのかという声には次のように反論する。飲み会の当日、小沢さんから粗相があったら、この辺りを歩けなくなるかもと言われていた。これは、芸能界に関わる仕事もしていた私にとって脅迫に聞こえましたし、正直、告発する勇気も出なかった。ただ、今年、ジャニーズ被害者の方々が告発する姿を目の当たりにして、このまま放置してはいけないと痛感させられました。これ以上、被害が出ないことを願ってお話ししたのです。今回の文春の記事を読むと、私以外の女性も証言されており、松本さんからひどい仕打ちを受けた方は他にもいるはずです。まっちゃん本当のこと話して、どうなってるの？